皆さんこんにちは、しおとめはじめです。今回は JR 東海リーチ産経が JR 新日本に行く可能性について皆さんに紹介していきましょう。 JR 東海リーチ産経が315系の導入で置き換えられちゃう予定があることは知られてますが、だってその一方で大体によっては廃車にされず、なんと JR 新日本に渡っちゃいかっていう可能性が浮上したですよ。最近の JR 東海や JR 新日本のプレスを見たらこの可能性が出ましたね。今回はそんな JR 東海と JR 新日本の発表していきましょう。まずはこれまでの JR 東海の認知産経についておさらいしていきましょう。認知産経は JR 東海の場合5000番台として1990年から1991年かけて日本平成14本が関西本線強化のために導入されましたね。一応認知産経自体は国鉄時代から設計されていて作られてますが、一応この JR 東海車については全部 JR 東海が平成だって作ってますね。基本的な考え方については認知産経の国鉄車と同じですが、一応違いもあって、例えば従来の認知産経は全部黒シートでしたが、この5000番台については一部ロングシートがあったり、他には登場当初はトイレがなく、どちらかっていうと通勤輸送も考慮したっていう感じでしたね。ただとはいえシートの大半はやっぱり天下黒シートって感じで、認知産経車は結構しっかりと持ち合わせています。この電車は当初近鉄と対抗するために関西本線の強化を考えて作ったんですが、残念ながら関西本線ではいい活躍ができませんでした。一応車内の接客面や最高速度が110キロっていう点では結構優れてますが、その一方でそもそも近鉄が強すぎたり、他には近郊路線で使うのになぜかトイレがついてなかったり、他にはドアの数が少なくラッシュの時間帯はちょっと運用するのが大変っていうデメリットがあったんですよ。そういうこともあってか、この電車が登場してから9年後ぐらいに三一三系が関西本線に導入されて、その三一三系に結構運用を奪われちゃって、導入からわずか10年くらいで半ニート状態っていう感じの結構可愛さ時期があった記憶があります。ただ一方で飯田線の1199が結構古くなったことから、最終的には飯田線でこの213系をトイレをつけた上で運行するという方式で代替することになりました。トイレの設置は結構平成中盤ということもあって、なんだかんだ言って213系は結構平成初期だから、普通に洋式の車椅子も入る大きなバリアフリータイプのトイレを搭載しています。今回の本題では JR 新方への譲渡の際にもこのバリアフリー対応済みっては結構いいですね。なおトイレ設置する際にトイレの反対側のシートも全部座席が撤去されており、代わりにここについては車椅子スペースという風になってますね。ただ7人掛けのシートを全部撤去したため、割と結構このスペース広いですね。ラッシュ時間帯は結構詰め込みが効いていい感じでしょうが、昼間はちょっとなんか車椅子スペースが他の電車にもなんか倍ぐらいあって、ちょっと違和感を感じる人もいるかもしれません。ただとはいえ今現在は飯田線ってこともあって、ラッシュの混雑も関西本線ほどはラッシュのピーク時の詰め込みが効きにくいという欠点もそんなに目立たなかったそうで、一応今現在も活躍してますね。ただ JR 東海的には国鉄席の電車を追い出したいっていう気持ちが結構強く、最中期の導入プレスでは213系についても代替対象という風に書かれてましたね。 JR 東海としては国鉄設計の古い電車を一日でも早く撤廃したいという気持ちが出ています。315系によって代替予定の211系、213系、あとは311系の3形式についてはいずれもベースは国鉄ですし、そもそも211系とか完全に国鉄ベースで、内装と細かい部分だけちょっといじった感じですから、まあ、やっぱり JR 東海としても国鉄設計の電車はさすがに交換した方がいいっていう風に思ってるでしょうね。実際国鉄設計と現代の電車ではメンテナンスの落差が全然違います。特に JR 東海は VV 電車を何が何でも導入して、とにかくメンテナンスを楽にしようっていう気持ちを持っている可能性は結構ありますね。 A700 系のスモール A 編成まで今現在廃車やってますから、やっぱり JR 東海はとにかく新車を導入したいって気持ちはあるのはわかります。ただし315系は現状4両編成以上の長さなんで、人量313系を多めに交換して実質315系での置き換えというふうに扱う可能性が高いというふうに感じます。今現在人量のホールは313系がいっぱいいますが、このうち4編成については一部315系交換し、その313系で213系を交換する可能性があります。というのも元々315系って4両もしくは8両っていう構成で導入されそうですし、また最近の315系の JR 東海からのプレスリースによると、なんと JR 東海315系を中央本線の名古屋から中津川間で全部の普通車として起こすっていう風に書いてました。まあ、もしかしたらちょっと関西本線とか一部の運用については送り込みとかで313系が営業運転で入ることはありそうですが、まあ、とはいえ運用のほぼ全てが普通や快速については315系で統一されることがほぼほぼ明確になりました。このことから多分人量313系についても名古屋から中津川間を
往復する余裕って結構あったりするため、この担当の分の再々金についても交換されることが見込まれています。まあもちろん中津川川奥のワンマンメインの場所については313系が引き続き使えそうですが、それでも結構多くの313系が余剰になります。この余った313系を利用編成については飯田線に持ってくるっていう可能性があるんですよね。ちょうど315系の導入で313系が余るんで、飯田線に313系を持ってくれば213系を全部交換することができます。また313系についても213系の走行性クラスに活躍してますから、メンテナンスの面でも飯田線周りが313系に統一されるので効率的なメンテナンスができそうですよね。こういうことから一応プレスリリースでは315系で213系を交換するっていう風に書いてますが、まあ実際は213系を交換するためにまずは315系が313系の中央本線の利用編成を交換し、そしてこの利用編成が飯田線に回って実質的に313系が213系の団体に使うけど、実際は315系扱いっていう風になるかもしれませんね。このような形で残念ながら JR 東海の車両事情もあってか引退することになりましたが、その一方でこの電車は JR 新法に渡るんじゃないかっていう噂が浮上しています。続いてはこの噂について紹介していきましょう。 JR 新法の実用とすでに213系が活躍しています。もともとこの電車は瀬戸大橋線でマリンライナーとして使われたんですが、今現在その役目は皆さんも知っている通り223系に移っており、今現在は岡山地区の普通列車の路線を中心に活躍しています。具体的には山陽本線や瀬戸大橋線のローカルルールだったり、赤穂線や伯備線でも活躍してますね。いずれも岡山エリア限定ですが、まあとはいえ現在も活躍しています。まあこういうこともあってやっぱり噂が立っちゃうのは同形式の車両が走ってるからでしょうかね。やっぱりなんだかんだ言って同じ電車が走ってるってことは導入しやすいってイメージがバッかもしれません。しかも岡山には結構比較にならないぐらいボロい電車走ってるため、なおさらこの噂が浮上するのも無理ないっていう風に言うこともできるかもしれません。今現在岡山には113系とか115系とか結構マジで古い電車がしますからね。 JR 新ホールさえ新車を導入して交換しようっていう風に言うぐらいですから、さすがにちょっとこれは客観的に暴すぎるため、これを交換するっていう意味でも213系が来るっていう発想はありますね。ただし新車が来る前まではこの噂が結構怪しいって見方もありました。なんでかっていうと JR 新ホールはさすがに岡山地区結構古いため何らかは手をつかなっていう風に思われたからですね。実際2010年代後半から広島やあとは和歌山地区についても結構新車を導入したため、 JR 新法もそろそろ地方に新車を導入しようっていう気持ちがあったため、岡山地区もそれに巻き込まれて新車をバンバン導入するから213系あってそもそも笑う必要がない。下手したら JR 新法の213系でさえ新車によって重機の餌や下関転属があり得るぐらい結構やばい状況でした。こういう事情もあって JR 新法がもしかしたらわざわざ JR 東海から213系をもらう必要があるっていう風な発想があるのも不自然ではないかもしれませんね。特に JR 東海315系の発表っていうのはコロナウイルスが入る前の2020年の初頭ってこともあって、 JR 新法もまだまだ元気だったため、さすがにちょっと岡山に新車が来るんじゃないかっていう風な意見もあったですよね。だからこの当時で結構この噂は怪しいっていう風にも言われてました。ですが JR 新法はコロナの影響で肋骨いかないダメージを受けました。特に車両機械計画についても役務以外全部消えちゃったんですよね。 JR 新法は車両機械計画について毎年更新しており、保有車両一覧から確認することができますが、そこに書いてある代替計画の電車については2021年に役務以外の電車が全部消えちゃうっていう事件があったんですよ。このことから相当 JR 新法は結構置き換え計画を役務以外では当面見送るっていう方針になりました。本来だったら113系や115系、他には117系と、あとは JR 初期の特急型車両についても交換対象でした。特にこの113系、115系、117系とかについては、京都とこの岡山で代替する計画っていう風に感じられたので、まあ、やっぱりなんか、岡山地区の最初の電車が代替されたのが中止だったのかなっていう風に思っちゃいました。最初はこういう風にして残念ながらもう新車は来ないっていう風に諦められてましたが、最終的になんと JR 新法、なんと公式プレスで DDR 系の導入を発表したんですよ。しかも岡山地区の山陽線を中心に導入していくことが判明したんですね。このおかげでついに JR 新本も227系っていう新車が公式の岡山に導入したことが判明し、ついに国鉄岡山を終焉を迎えるっていう風に思われたんですよ。ですがプレスをよーく見ると、実はこの217系の導入予定数も書いてあったんですね。ですがこの導入予定数、車両の数を見ると100両少々って感じで、明らかに今現在の国鉄岡山の国鉄型が比べて数が少ないですね。ちなみにこの数については
2139の増加数で半分以下って感じでした。今現在国鉄岡山では115系、117系、113系とあとは105系がおそらく古い列車として代替すべきっていう感じですが、これ4形式の数を合計すると明らかになんかもう古い列車を交換する数に対して少なさすぎて、これ本当に全部交換できるのかっていう心配が浮かびます。一応確か岡山の方では最近減便があって、噂ではこれ関連で117系がちょこっと廃止あたり感じもありますが、まあそれを踏まえてもなおやっぱり数が多いです。もしかしたら JR 新法はさらなる減便を仕掛ける可能性も否定できませんが、まあそれを踏まえてもさすがに半分も電車の数が減るっていうのはちょっと異常事態ですからね。さすがにちょっと個人的にあれっていう風に感じました。でもやっぱり国鉄型の古い電車は純粋古いですよね。そのためさすがに早々新車にないときついっていう感じで聞きました。登場してから40年以上って感じで、まあ純粋結構古い電車も多いですし、また普通高性車体で低高性能って感じの燃費が悪く、そして最高速度や加速力でもちょっと劣り気味の古い国鉄型は交換したいですよね。でも一方で227系は導入定数的にかなり少なく、全部を交換するには明らかに数が少なく、ちょっとここが親っていう風に感じるポイントになってます。一体どうやって対処するでしょうか。ようやくここで本題に入りますが、 JR 東海23系を使っていくんじゃないかっていう可能性があるんですよ。要は JR 東海が315系によって実質交換された213系を JR 新法が引き取って、 JR 新法で今後は活躍していくって感じですね。偶然かもしれませんが、岡山の227系の導入は2023年度以降から導入開始に対して、213系についても多分2020年代の中頃くらいに追い出されるっていう風に想定されます。なんでかっていうと、2020年代の初期頃ってのはおそらく中央線向け211系の優先的な交換をするでしょうね。そしてその後に313系のうち転属部について代替して、そういう風に313系を入れていくっていう風に考えます。こうやってくるとやっぱり2020年代の中頃くらいが多分 JR 東海213系のインテル潮時っていう風に考えることができますね。さっきも紹介したように313系を転属するってなると、製造年数的にもまあ一応211系グループの中でも比較的遅い方なんで、やっぱり後回しだっていう風には考えられます。あと普通に関西本線で結構半ニートっていう時期があったので、まあこのことを踏まえたら結構代替が遅くなるっていうのもあながちむちゃくちゃな話はないかもしれません。ただ一応ワンマン運転には来たよったので、もしかしたらワンマン運転をしたいっていう観点から早期に交換する可能性もあるかもしれません。そして置き換えられたら岡山地区に行く可能性があります。まあこれが今回の噂って感じですけどね。もしも仮に岡山に行ったらどうなんでしょうかね。やっぱり一番の可能性としては赤穂線とか瀬戸大橋線周りが怪しいです。今現在赤穂線や瀬戸大橋線については実は113系の運用が残ってるんですが、この運用もしかしたら213系が交換する可能性があるんですよね。赤穂線については113系や115系が結構運用されており、そして山陽線ではない路線ってことから、プレスリリース的には導入される可能性があまり高くないっていう風な理由ですね。あと瀬戸大橋線についても213系がローカルより結構使ってますが、一応朝夕とかあとは昼間の3両編成を中心にちょこっと213系が残ってます。ですが今回は JR 東海の213系を追加で使うことで、少々残っていた古い113系や115系の運用全部213系に統一するんじゃないかっていう風に考えることができますね。ただ一方で車両数的には JR 東海車両追加だけで、さっき言ったように瀬戸大橋線や赤穂線の電車を全部213系か、もしくは新車か、どっちかに統一することができるでしょうかね。数的に実を言うと、さっきも紹介しましたが、JR 東海車って元が少なかったりするため、仮にゲットできてもそんなに数は増えません。JR 東海上都編成と、あとは JR 新宿の新造編成を足し合わせても、明らかに113系、115系の数とは、かけ離れており、全然数が足りません。まあ、そのことから車両数が不足するんじゃないかっていう心配があるんですよね。JR 東海少々の編成だけで、瀬戸大橋線とか、あとは高線の運用全部213系で、より古い編成は全部交換できるかっていう心配がありました。ただ一応数的には実を言うと、伯備線の運用が可能性ですが、227系としたいので、それによって余った23系の運用が全部他の線区に回ってくるっていう可能性があります。伯備線は今現在約もの381系や、あとは213系や、その他ボロい電車が走ってますが、この伯備線についてはしっかり新車の導入が検討されていることが分かっており、導入時期についてもどうやら JR 新本の保有者の一覧によると、確か岡山の227系のプレスの導入時期結構近かったですね。そのためおそらくですが、伯備線の運用をもしかしたら227系に統一して、また特急型車についても新車にして、それに合わせて大規模な改正をすることが考えられます。やはり新車を導入することによって、運用を効率化して、待ち合わせを減らしたり、他には
通過橋とかによるロスの時間を圧縮することも通過はしません。22の秋と旧型電車の性能は特に勾配が多い白尾線とかでは結構下がれそうですね。まあ、やっぱり結構なんだかんだ言ってダイヤ改正すると運用面の効率化が破壊可能性があるんですよ。また他にも純粋に白尾線結構最近ヤクモの運休ががっつり続いており、もしかしたらこの大規模大改正で大幅減便もあり得かもしません。これによる導入策定とかもなんかありそうですが、まあ、とはいえ結果的にはダイヤ改正をして抜本的に新車にするとかそういう可能性も否定できません。白尾線が22の秋で新車に通されれば、まあ、やっぱり23系の運用にも余裕が生まれるんですよ。この余裕によってもしかしたら JR 東海の通過分と合わせて瀬戸大橋線や高線での古い電車の交換が期待できます。ちなみに赤穂線も瀬戸大橋線についても今現在すでに213系で定期運用が存在するため、運用変更とかに際しての試運転とかもそこまで必要はないですし、結構なんだかんだ言って古い電車が新しくなりかっていう期待はできますね。ただそれでもやっぱり岡山のボロってたっぷり残っちゃうんですよ。120、30両ぐらい新しい電車が来てもそれでもなおボロが結構多すぎるため残っちゃうんですよね。いくら減便してるとはいえそれでもちょっと数が少なさすぎます。一体どうやってこの残ったボロを対処していくのか個人的に結構気になりました。また追加に22の秋を作るのか、それともまた別形式が来るのか、ここら辺は結構気になりますね。というわけで皆さん今回の話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメントを書いてくれると嬉しいです。コメントの数字はぜひクリーミーという単語を書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録してまた一緒に知っていきましょう。このチャンネルでは鉄道に関する新しい情報や未来に関する推測情報を発信していきますので、興味あったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。おまけコーナーも忘れず見てくださいね。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ。おまけとして私の声はどうやら変わってるらしいなっていう風に言われてることについて紹介しましょう。まあ、正直結構このチャンネル、おまけに何回かこういうことを言った記憶があるんですが、どうやら私の声は結構独特でなんか嫌な人も多いって噂を聞きますね。声質についてはもう生まれてからずっとこの声なんで、なかなか変えるのは難しいですが、じゃあだからといって変えるかって言われたら難しいですね。声優を取ったら、まずこのチャンネル破産しますし、まあ、より需要があって、そういうこと言われようが、やっぱりこの声を変えることは難しいですね。結構この系統の負けって当チャンネルでもお話しすることは多いですが、皆さんはこのことについてどう思いますか？もしよかったらコメント等で教えてくれると嬉しいです。というわけで今回の私の声に関する負けはおしまい。